もう目が赤くなるだけでさ、化け物感半端ねえな、みんな。で、この死神は。なんかやってんのかな、こいつが。喋らねえ。様子がおかしいね、そうだね。またこれだ。え？洗脳されてるぞ、ほんとに。こいつ電波入ってんじゃねえか。おい、来るぞ。不思議な感じになってきちゃったな、世界が。まあ、敵はやっぱ雑魚だな。あ、そう、ベイトのね、レベル2のシングル攻撃が出たんだよ。まだ使ってないけど。ちょっと楽しみだね。さあ、これで？特にまだクリアじゃなさそうだね。うん、クリアじゃない。じゃあ、ここにもボスがいるってことか。絶対やろうか、もしかしたら。絶対やろうの仕業で、なんかなってるってことかな。そりゃ、街が静かじゃねえか。そうか。さっきの死神たちの会話で、なんか思考が、雑多な思考が収束することを言っとったな。いつもと違うね。スキャンできるかな。できなかったけど、さっきは。集中しろ。点々点だ。うわ、全員同じこと、気持ち悪い。こうなってくると気持ち悪いな。なんだこれ。みんな同じことを考えてる。あ、そういうことか。みんな同じことを考えて、その思考が一点に収束って、そういうことか。みんな同じこと言ってる。すなわちそこは素晴らしき世界。あのおっさんまで、そうだね。おかしい。何が起こってんだ。ネク、お前見ろ。なんだ。やっぱりみんなレッドスカルバッジつけてるね。え？分かったぞ。俺分かっちまった。何が？間違いねえ。コンポーザーの正体は CAT だ。それはない。まあ、ネックは信じたくないっていうのがあるんだろうな。どう考えても CAT だろって思うよな。俺も思ってるよ。でもでもでも、どうよ。まあ、そっくりだもんね。でもコピー品作るなんて誰でもできるじゃん。こんなに似てんだよ。同じやつが作ったに決まってんだろ。 CAT は、あ、そうか、ビートは知らねえんだ、 CAT の正体。そう、あのおっちゃんだよ。こいつこいつこいつ。まあ、びっくりするよな。ってことは、そうだよね、コンポーザーなわけないよね。だってコンポーザーってなんか一応この裏の世界の大ボスだろ、黒幕みたいな感じだろ。うん、こんがらかるよね。まあそこからか。め、説明めんどくせえな。そう、ヨシャから聞いた。これは俺も間違いないと思う。ヨシャっておめえと一緒にいたお坊ちゃまか。そうそうそう。あー、まあ確かにヨシャは信用していいのかどうかわかんねえな。うん、パートナーだね。そうだね、信用するべきか。じゃあやっぱり、いや、おっちゃん、ヨシアはコンポーザーを探していた。そうだよな。だからヨシアがコンポーザーを探しているならば、目の前にいたおっちゃんってことになるから、それはまあヨシアとしてはそんなに鈍くないっしょ。そうだね、それにおっちゃんも協力してたし。っていうことは、自分を殺そうとしてるやつに自分が協力してたってこと。ってことになるとおかしいから、多分違うんじゃないのっていうね。でもそれってヨシアってやつが踊らされてた可能性もなくはない。まあビートの思考もわかる。楽しむためには世界を広げろ。でもこれじゃ真逆だ。こんな渋谷、渋谷じゃない。だから絶対に違う。なるほどね。矛盾してるね。てか、それなんか無理ねえか？ん？難しいことはあかんねえ。でも確かなのは、渋谷の街がおかしくなってる。あ、そうだね。簡潔にまとめてくれたわ。それをやってるのはコンポーザーってことだ。そうよな。さあ、どうする？コンポーザーがさ、全然シキニャンとか、まあ、シキヤンはないと思うけど。でもおかしくないわけじゃん、一応。最初に早々にいなくなってるからね。なんなんだ、あいつら。こいつら。こいつらもおかしいのか。ん？死神がいっぱいいるけど。こいつらも頭おかしくなってるってこと？うん。ああ、みんなだ。でも洗脳されてる感あるね。って。そうか、ってことは、さっきのカリアとかも、ウズキたちも、こういうことになったんだ。あのバッジを持ってることによって洗脳されて、うーってなってるってことか。なるほどね。お、ボスか。あ、違うわ、まただ。囲まれてる。そうだね、囲まれてるね。相当死神見たから。さっきからこいつらこれしか言ってくんねー。
まあこれも中ボスって感じかな。ああでも3体だ。多分ねこいつらもね楽勝なんだよね。これまず打ってこうで B と召喚して、あ、じゃあ今回200のやつやるか。よし行くぞ。これさ黒い時でも効くんかこれ。なんかさ増えてんだけどめっちゃ増えてんだけど行くぞ。おおすげえ変わってる。すげえめっちゃ強1000。おい倍以上に跳ね上がってんじゃん。1000だって。1000以上出てたよ。すげえ。ってことは5倍になったらもう1500ぐらいいくのかな。すげえ強いじゃん。あーやっと終わった。なんかめっちゃ湧いてきたんだけど。あれから2分かかってるもん。めっちゃシングルコンボ100。すげえ100コンボだドン。あまだボスじゃないっぽいわ。ヒヒーローアカネってやつ手に入ってないもんね。消耗戦ってことか。わけわかんないことブツブツ言って、一体どうしたんだ。渋谷町だけじゃない、死神たちもおかしそうだね。俺らだけだまともなのは。リアルも裏も牛耳るっつうこと。え、あ、鉄仮面ね。オッケーオッケー。何、壁が壊れてる。あ、本当だ壊れてる。見にくいけどなんかバリンってなってるわ。向こう側からな飛び出した感じ。これレベル4の壁だぜ。力尽きでこじ開けるのはやばいってことね。幹部クラスでも難しいんじゃねえか。こっから何かが飛び出したんだ。絶対やろうか。でもこの先に鉄仮面がいるかもしんねえぞ。行くしかねえな。いや普通に人おるやんまあそっか、リアルグラウンドの方にいるからな。あ、なんだ、なんか出たよ。落とし物ですかね。なんじゃこれ。あ、燃えてる。あれだ、書いたやつだよね。何かが焦げた跡みたいだな。これは確か、うん、オブジェ死神が何かしてたところ。そう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 。召喚の跡なのか、それともこの魔法陣を消しただけなのか。え、何、どうしよう。これあれだろ、取って過去が見れるってやつよね。1日前かな。そうしたら、いやどうだろう、いや1日前だな。うん、1日前は普通だな。前に見た時のままだ。特に変なところはない。あ、じゃあ全部取ってみるか。2日目。うん、何もないね。変化ないね。4日目、書いてるところだってことかな。これはどうした。まーら、まーら、いやこれちょっと待って、これ絶対あれだろ、ミスリードだろ。おっさんはこれを消しに来てるってことだよね。いや怪しいけど、どうしてここにいたんだ、何のために。でも店に行くんだ、話直接聞きに行くんだね。しゃあ行くしかねえが、まあここは気になるよな。まあ言うて多分次のパートぐらい行ってるんだろうけど。はい、皆様こんばんは、おはようございます。9時7分なので、テンションがちょっと低いです。よろしくお願いします。おいおいおい、急によろしくお願いしますか言ってる場合じゃなかったわ、あいつら。そうだね、そうだね、っていうかごめん、頭回んねえ全然動画は1本になってるけど次の日に撮っております。なんだどうしたんだ。待って、気をつけろ、様子がおかしいね。まあ見りゃわかるわ、とんでもねえことになってる。数えきれ、あ、またこれか。さすればここは幸福な場所となる、すなわちそこは素晴らしき世界。おめえら返事しろよ。やるしかねえってのか。うわ、なんか希望を託してくれたからこそちょっときついもんがあんな。でね、ネクのバッジ1個増やしてきた。なんか新しくバッジがどん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 進んでいくうちにつけれる量が増えたんだよね。でね、回復を入れようと思ったんだけど攻撃にしてしまいました。うわー、今回いきなりあれか、やべ、うわめっちゃ強い、あやべ、めっちゃ強くね、これこんな強かったんだ。待て待て、いかん、ちょっと寝起きであれ定まんね
さだまさし、寝起きでさだまさし。ちょっとね、乳首ポイントにするわ。え、めっちゃやべ、ちょっと待って、マジ強えな。まだね、とりあえずビート出してひるまねんだよね、なんか。あし、いけるいけるいける、ほら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 、よーし、いいぞ、よしよしいいぞ。で、右上のスラッシュ、これ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 、どうやってやるんだろう。敵をスラッシュするって書いてあったけど発動しないね。まああれか、あんまり入れすぎてもやっぱり意味ない感じかな。え、ちょっと待って、強くない普通に。え、やばくない？ちょっと待って、ちょっと待って、これ回復いるわマジで。え、だってもうさ、敵は HP 全然減ってねえのに、こんな食らってちゃダメでしょ。あ、やべ、ちょっと待って、マジ、これやばいなマジで。うわ、強っ、急に強なったぞ。ちょ、バッチ変えてか、あれリトライしよう。急に強なってる。これ回復なんだけど、これね、一回しか使えないんだよな。んー、でもこう入れるしかないか。あ、え、勝てるか？ちょっと待って。勝てな、うわぁ、敵も回復するんかい。マジで言ってる。今のは絶望。うわぁ、くる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 、敵もやるなと。マジかよ、やーべえ、普通に勝てねえかもしんねえ。うっそー、ごめん、イージーにし、あのね、ちょっとあの、何があって出かけなきゃいけないから、ごめん、すげえ諸事情で申し訳ないけど出かけなきゃいけないから。うわー、でもちょっと悔しいけどね。まあでも、今回なんだろう、戦闘バッチリやっていきたいっていうよりは、シナリオ読みたいという欲が強いのがあるわ。すまん、心折れてるわけじゃないんだけど、まだ。全然。ちょっとあれだなー、予想以上に強いわ。やばい、こんなに強くなってくるとは思わんかった。別にね、敵のレベル上げてるわけじゃないよ。うわ、めっちゃ食らうなー。普通の攻撃がイージーにすると、あれか、攻撃力が上がるのか、純粋に。敵の火力がちょっと下がって攻撃力が上がるって感じか。初めて使ったから知らんかったけど、めっちゃ楽だもんなこれ。うん、まあ必殺技を見れたことだし、いいとしようぜ今日は。許してくれみんな。いや、でもイージーですらむずいわ。やっぱイージーでもめっちゃ食らうんだけど。これさ、この先ちょっとやばいぞ。まだビート編の5日目かなんかでしょ。マジか、めっちゃ強えな、めっちゃ強えな、めっちゃ強えな。やべえ、これもうなんかすげえチート系の街とかないとやべえな。空間を落とすことで広い範囲に花火、おー、いいね。一応ね、防具は整えたんですよ。多分防具のこと言ってる方もいると思うんだけど、防具はね、お店で買ったんだ。うわー、負けせんじゃなかったな。しかしネック頼む、何？あー、まあでもその気持ちは俺もある。許してやりたい気持ちはある。許すも何も、また襲ってくるかもしんない。そうだね、分かってるけどよ、こいつら悪いやつじゃねえ気がするな。それに何かおかしく、分かるよね。うん、まあ2人はまだ気づいてないけど、あのバッチのせいでちょっと暴走してるね。全員が同じこと言ってるし、昨日と様子が違ったな。でもまた襲ってきた時は俺が何とかする。あー、責任ね。わかった、そうしよう。うん、これはなんだろう。あ、スカルバッチだね、レッドスカルバッチ。リアルグラウンドでみんながつけるやつと同じ。そうかそうかそうか、これで解決するんだ、こいつらを持ってる。ってことはおかしくなったのはこれのせって。でも死神がつけてんのは解放バッチ、もしかしてこのバッチが解放バッチなのか。どうなんだろうね。とにかくこいつらが目を覚ます前に行こう。いや、もうこれね、冗談抜きでめっちゃむずかったよ今。あ、で終わりか。あーんで、おっちゃんのとこ行くんだ。バニッシングなんちゃら。バニッシングなんちゃら。あと2日。なんかかっこいい。シャレてんな。スカルバッチが太陽みたいなやつと今。あれは、あれ、ここは、あ、またあれね、戻ってきたパターンね。うん。
毎回毎回こんな感じだね。日付が進んだ。そうだね、1日経っちまった。やっぱなんかやるごとに1日経っちゃうね。もう落ち着け、もう6日目だぜ。まあ落ち着け、まだ時間はある。いや時間はねえよな、ビートからしたら。もうだって今日死ぬからね。パニクってる暇ないだろ。もう落ち着いていられる方がおかしい。そうだな、鉄仮面の言ってたことが本当なら俺は今日、そうだな、死んでしまうし消えちまう。それでも今できることをするしかない。何をするってんだ。お茶、お茶の店ね。うん、キャットストリート行くで。そう、前回の日もキャットストリート行くってなって、行こうとしたらあの死神が待ち受けてて、で2人戦ったらなったもんね。どうだろうね、全部話してくれるんかな。でも一周回ってコンポーザーっていうこと全然ありえるよね。でコンポーザーなんだけど、コンポーザーが一人とは限らないから、誰もコンポーザーが一人とは言っていない。よし、着いたぞ。いや、ここまで戦闘、多分これさ、絶対野郎だよな、こんなことすんのって。こんなド派手に行くのは絶対野郎だろ。あ、てかそうか。いや、待て、おかしくない？おっさんが破っ、あ、そういうことか、そういうことになるか。俺は絶対野郎なんじゃねえかと思うけどね。まあ、根拠としては見た目だよね。やってることを、今までやってきたことが、うん。くだらない想像すんな、時間の無駄だ。待っては行くぞ。いや、しかしね、ここまで来るのにもね、結構時間かかってる。10分はかかってんじゃないかな。で、敵がね、強いの。待って、ここさ、入っとってさ、装備買った方がいいかな。あ、でも買えるもんがねえか。これちょっとでも強そうだな。スターダストレイビア、名前がかっこいい。これ入れとこうぜ。スターダストレイビア。めっちゃかっこいい名前がね。あ、あとはあるけど。はい。これ強いけど、今ね、つけてるやつもね、十分強いんだよね。じゃあまあ、これでいくか、普通に装備は。花火もでも使ってみたいな。でもどうだろう、こいつ強いもんな。とりあえず、スターダストレイビアやってみるか。敵を連打する。あ、連打型だ、次は。まあ、花火もやってみたいよね。で、今ね、装備がね、こんな感じです、ネクは。もう A、アビリティがついてるやつ。ネクの HP が20と、攻撃力が3。で、服が45上がるんだよね、HP が。で、攻撃力が2。で、下駄、足が弱いよね。1。防御力1と、HP 減少確率アップ。まあ、要は、たまに効果で防御が発生するみたいな感じだね。で、アビリティが HP14 の。結構強いやつをつけてると思うんだけどね。いろんなとこ回って厳選したつもり。さあ、こっから本番だろう。お、なんかボロボロになってない？やっぱやられてんだな。いや、おっさんがやったとは考えがたいだろ、これは。うん、そうだよ。なんで自分の店を自分で壊す？もしかしたら襲われたかもしんない。間違いなくそうだろ。ここには誰もいない。あ、もうやられてたことが。壁を壊したやつがおっちゃんを襲いに来た。そうだよね。鉄仮面か。鉄仮面がやって逃げたのか。いや、あいつは6日目同じ、6日間同じ場所から動かないって言ってた。言ってたね。ここにずっといたなら壁は壊せないはずだ。じゃあ誰だ？いやー、多分、絶対野郎だろうな。ネクたちには見えてなかったけど、絶対野郎は、なんかこの体しっくり来ねえみたいなこと言ってたから、ねえ、手がかりはそれだよな。カメラ機能、なるほど。で、どうしよう。今説明するんだ、過去の写真が撮れること。4日前を撮るのかな。お前、ちょっと待って。使用制限あんだから、お前、それ。バッカーバーお前、バッカーロ一日三回しか使えねえぞ、わいやそうなるか。なるほどね。コミカルなシーン入れてくるね、ここに。最後の最後で。言う暇なんてなかっただろう。ダメだ、何も映って。おお、なんだ、映ってる。おっさんが掃除してるとこじゃねえかよ。全然いらねえよ、そんなの。何やってんだ。あ、隠してる。なるほど、そういうことか。お、キーバッジがある。しかもレベル高そう。まさか渋谷川か。行けるところは全部探した。まだ調べてないところは。うわ、渋谷川。なんで持ってんだ、おっちゃんが。やっぱり汚いやつだぜ。あー、そっか、あいつがね、唯一うちらが行けないところ。ん？封筒の中に紙が。なんだこれ。
手紙だ。このしべを生き抜く術はたった一つの簡単なこと。どんな状況でも全力で今を楽しめ。楽しめる状況じゃねえけどな今な。冷静に考えたら。そうだね、おっちゃんからのメッセージってことか。そしたらおっちゃんがコンポーザーやれたらやっぱ楽しんでるっていうのかな。まあおっちゃんの楽しむっていうのはそのなんつうの、嫌味じゃなくて純粋にこのゲームを心から楽しんでくれたい、もらいたいという気持ちがあるのであれば、まあ、確かに納得ができなくはないよ。俺はやつからライムを取り返してそのままコンポーザーへ殴り込みだっていう流れは安定だね。渋谷川に行け。それほど簡単な話じゃない。だいたいなんでそんな鍵をここに、何のために俺を渋谷川に行かせたいのか、それとも俺を呼んでいるのか、その先で何をさせる気だ。やっぱそうなるよな。どういうことなんだろうってなるよね。これめっちゃお金もらえたじゃん。あ、イベントだ、来たぞ。門井前だな今。あ、ゴミの山来た。うわー、やっぱそうか、お前だよな。ゴミオブジェだね。さあでもこいつの正体気になるよね。なんか体がしっくりこねえどうのこうの言ってるから。あ、まだいないのかな。いなさそうだな、このガラクタは。久しぶりだな、来たね、ヘクトパスカルが。相変わらずだぜ。てかかっけえなお前、オブジェ死神。へ、ヘク、何言ってんだこいつ。お前生きてたのか。あ、そっか、ビートは会ってねえ、ビートは会ってねえ、死神の界隈でも会ってねえんだ。ゼタ当然、全ては俺の計算通り。あれは元からああいう技。ん、どういうこと、ああいう技って。その体何？うん、これか。これが俺の新しい作品。俺自身だ。何何？ノイズ化してるってこと？あ、自分の体をノイズ化しやがる。俺はあの技で一度消滅した。やっぱり消滅したんじゃないか。消滅した末にだよね。そしてこの体と力を手に入れ、生成人から蘇った。なるほど、あれか。え、じゃあ待って待って待って、生成人から蘇ったってことはおっちゃんがあの書いてた生成人かなってこと。禁断のサイキックリザレクション、宇田川町のあれお前だったのか。さあ計算再開だ。これでコンポーザーと互角に戦えるぜ。あーでもやっぱこいつもコンポーザーをまだ打ち取ろうとしてんな。いやすげえことだよね、常識なんでただのゴミ。いやでもそれは好きだぜ、常識を破っていくのはね俺好き。価値があるのは俺の美学だけ、生成人で惹かれるのは俺の計算のうち。いや待って待って待って、あ、だが肉体がノイズ化したのは計算外だったらしい。へえ。けどこれも悪くね、次のコンポーザー俺にふさわしい。でもすごいよね、相当やばいことになってるよ。あの店に行ったのか。あ、それ聞きたいね。あ、だが誰もいなかった。ということはあのおっちゃんはもう先に逃げたってことか。でそれ何、店芝に店荒らしたんかお前。お前なら知ってんだろネク、やつの居場所を知るか。そうか、だったらもう用なしだな。戦わねえのか。戦うぞこれ、お前らに栄光の死をやるぜ。お、なんか変わった、体がまた変わっとる。 BGM がなんか洋楽だな。ジェーフィスタルファイジェーフィスタルファイでね、スターダストレイピア超強いぞ。みんなスターダストレイピアの実力早いね、絶対早いじゃねえかよお前、絶対早いじゃねえか。敵ついえビート頼む、あとやってくれ。てかこいつ当たんねえんだけど、なんかえ、どういうことどういうこと。あ、んスラッシュが発動しない。あ、した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 、よしよしよし、スターダストレイピアこれ見てね。敵の近く行って連打、おら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 、すごいでしょ。そんなこと言ってる場合じゃねえぞ俺。なんかこいつ瞬間移動しすぎて当たらねえ、純粋に攻撃が。うわ、マジかマジかマジか、ん、なんで発動しないんだ、どういうことだ。ええ普通は7って、マジかよ。そうか、ダブル攻撃ってことか。ちょっと待って、やばいな、今日調子悪すぎる。なんかなんでだろう、ダメだ当たらない、ビートの攻撃すらも当たらない、純粋に当たってないんだ。で敵の攻撃を、あ、そうか、敵が攻撃してくるときに逆に合わせろってことかな。
それありえるね。こういうとこだ。あ、なるほど、そういうことだ。じゃあ普通にしてるときはもう余計に専念するんだ。でビートと一緒にさらに攻撃する。いけ、ここだ。なるほどなるほど、そういうことか。うわー、厄介な戦い方だな。でビートの制限時間もあるからちゃんとそれも管理していかなきゃいけない。こういうことだな。よし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 、なんとなく容量つかめてきたよ。やべやべ、まずい。でビート復活するまで待って、オッケー。でビートを向かわして、敵あれだね、ちょっと放置しちゃうと攻撃してこないっぽいね。うわ、やっかいやっかいやっかい。あーくっそ、オッケーオッケーオッケー、いいぞいいぞ。でさらに来たこれナイスタイミングっしょ。3.6 1000ぐらいいけ。オッケーオッケー、めっちゃ食らってるめっちゃ食らってる。よし、めっちゃ疲れた。なんかこいつ俺の攻撃全然効かんかった。多分あれだな、魔法系が効くのかな。こういうなんつうの、物理系はあんま効かないっぽいぞ、そんな気がする。ピートの攻撃は50くらいのに、ほらめっちゃ6分戦ったら俺の手首もうボロいくからね、ほっくりいくだよ俺の手首。いやー、なんだかんだ言って結構苦戦しまったな。でももしかしたら今日でこれであれか6日目終わりなんじゃねえの、可能性あるよね。マジかよ、強いね、普通に強い。よーし、富士山6に、あ、オウムなく来た。これ前回も言っとったな、スタート調節終わりだ。コンポーザー今度こそだいぶ馴染んできてるって感じだね。もしかしたらあいつが大ボスかもしんねえぞ。暴走してやつはコンポーザーの居場所をまだ知らないはず。それに渋谷川の鍵はこっちにある、どの道先には進めないだろう。確かにそれは言えてる。それにしてもあいつ強すぎるね。いやー、もし次戦うんだったらちょっと火とか魔法系入れないといかんのかもしんねえな。コンポーザーはあいつと同等、もしくはそれ以上ってことだ。あんなに強えのに。コンポーザーどんだけやばいんだ、本当だよ。俺たち勝てんのかな。あのおっちゃんだったらどうしよう、やべえ、おっちゃんなんじゃねえかってちょっと思ってきちゃった。なわけねえだろ。行く、俺は行くぜ。諦めねえぞ、さすがに。ライムかかってっからね。渋谷川、コンポーザー、おっちゃん、俺はもう覚悟を決めるしかない。ネクと俺の心境すげえシンクロしてんな毎回。あ、やっぱ終わりだ。残り1で、ストライド。意味はわかりません。すいません。さあ、来たぞ最終日。わ、かっこいい。ザ・ラストデイズ。かっこいい。よーし、ということで、最終日。次のバトルでしょうかね、さすがにね。ということで次回もよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。